はいどうも、皆さんこんにちは。9月の19日木曜日です。本当は今日ねちょっとトラック行って走りたかったんですけども、火曜日にあったウェイトトレーニングの筋肉痛がまだ、内転筋と、あたりに残ってまして、今日はね上半身のウェイトを、やりに行ってました。はい、ベンチプレスとベンドオーバーローと懸垂と、あとはちょっとカーフレイズ、ふくらはぎのね少し柔軟性をちょっと良くしたいなっていうことで、カーフレイズなんかをやってみました。あとは最後に20秒の全力もも上げを、4セット、最後ヘロヘロになってピッチリ1時間でね、終了しましたんで、今日は今から、食事を取りたいと思います。で、コンビニで買える、トレーニング後練習後の、僕のおすすめのちょっとですね食材をね、いくつか紹介したいと思います。はい、まずはですねこちらです。サバスの、プロテインドリンク。昔はやっぱこんなの売ってなかったんですけどね、やっぱ最近トレーニングとかそういったものが、流行りだして、スポーツする人のためにねこういったものが結構いろんなコンビニで売ってますけど、はい、これでタンパク質が、15g 取れます。はい、それから、毎度毎度おなじみの煮卵。この卵も、1つで 7g だったかな、これは 6.5 か、6.5g のタンパク質が取れます。でアミノ酸スコア、これはとってもね、バランスの取れたとっても栄養価の高い卵っていうのはね食材ですので、これを2個、それからプリンです。プリンも原材料はね、卵になっているわけなんですけども、タンパク質もこれも 6.6g ぐらいかな入ってます。はい、じゃあ早速いただきたいと思います。いただきます。練習後に疲れてる時に、本当はご飯とかね、お肉とかそういったもの食べた方がいいのかもしれないんですけど、ちょっと疲れてる時にあんまりそういったもの食べれないですからね、特に暑い時なんかはこういう感じで、はい、あー卵、前にも言ったと思うんですけど、タンパク質は体を作る材料、トレーニング後にタンパク質を摂るっていうのはねとっても大事なことなんですけど、タンパク質の吸収を促すために実は炭水化物、糖質とかも必要になってくるんです。はい、それにトレーニング後、練習後って疲れるじゃないですか。疲れているっていうのは結局そのエネルギーが枯渇している状態なんですよね。でエネルギーが枯渇しているのに、僕らまだ生活するために動かなきゃいけないし、しかも考えて脳も使わなきゃいけない。脳のエネルギーは糖質なので、その糖質が枯渇している状態で体の中で何が起こるのかというと、筋肉を分解して、そのエネルギー源を作り出そうっていうふうにするんですよね。なのでトレーニング後はタンパク質もなんですけども、やっぱり同時に炭水化物も、取った方がいいんです。はい、太るとかそういうことは考えずに、やっぱりね、その何のためにトレーニングをしているのか、何のために一生懸命ね練習をしているのかっていうのは、ちゃんと強い体を、作るためですから、その体を作るための、栄養になるものっていうのはねしっかり取る必要があるかなと思いますので、皆さんもね練習だと思って、練習だと思ってっていうか、練習だな、食べるのも練習ですので、休むのも練習ですのでしっかり栄養のことを考えて、体のことを考えて、食事をね取ってもらえたらなと思います。はい、いただきます。あー、うまい。疲れてる時に甘いものってめちゃくちゃ美味しいけど、やっぱそれだけ体がやっぱ欲してるってことですよね、だと思います。はい、美味しい。
まあ、あとはあのこんな当たり目もこれだけで 10g あのタンパク質が取れますので、高タンパク低脂質で低カロリーの、空腹時にはですね最高な、おやつかなと思いますので、まあ、こんなのもねよかったら、食べてみてください。はい、ということで今日はですね、まあ、練習後トレーニング後に、おすすめのコンビニで買える、食材を紹介しました。はい、ということで今日の動画はこれで以上になります。いつもね本当にご視聴コメントありがとうございます。これからもよろしくお願いします。それではまた、さよなら。